こんばんは。最近とってもありがたいことにチャンネルを登録してくださっている方が増えて、以前から登録してくださっている方はご存知かもしれませんが、改めて自己紹介をしたいと思います。あと私の今の状況とこれからについてお話ししたいと思います。名前は D です。英語で LIII で D です。視聴者さんからはコメントで名前を呼んでくださっている方もいて、すごく嬉しく思っています。年齢は1990年生まれ、32歳です。今年33歳になります。血液型は A 型です。性格は A 型なんですけど、行動はかなり大雑把なので O 型と間違えられることがあります。住んでるところは日本列島を半分にして、半分から上に住んでいます。今仕事はパートで8時半から3時まで働いています。好きなことは可愛いもの探しと美味しいものを食べることです。結婚をして今は5年目になりました。不妊治療を始めたのは2021年の11月からなので、2年目になります。なぜ私が不妊治療をしているのかというと、2つあります。1つ目は DAMH ということと、もう1つが抗精子抗体を持っています。抗精子抗体というのは、旦那さんのものが私の体に入ってきた時にそのものを動けなくしてしまって、なかなか卵巣までたどり着けない状況になっています。なので自然妊娠は難しくて、人工授精もなかなか難しいということで、妊娠するには一番近道な体外受精を今しています。2021年の11月から本格的に治療を始めて、体外受精に入ったのは2022年の5月から入りました。採卵は今まで4回しています。1回の採卵で取れる卵の数は最高で5個です。4回の採卵のうち排卵法になったのは1個の卵だけでした。移植は2回しています。去年の9月に胎盤胞 5AA の卵を移植しました。もう1回は去年の12月、新生胚移植の初期胚 G1 の卵を移植しました。それで今週期は5回目の採卵に向けて準備が始まります。なぜ YouTube をしているのかと言いますと、過去の動画でも何回かお伝えしたことがあるんですけど、3つ理由があります。1つは、私は不妊治療をしている方が周りに全然いなくて、話せるのは旦那さんか病院の看護師さんとか先生だけでした。なので不妊治療をしている方、してた方とつながりたいなって思ったので YouTube を始めました。2つ目は自分への記録のため、3つ目は自分のコンプレックスの改善のために始めました。 YouTube を始めて、いろんな方とコメントでやり取りをして温かい言葉をかけていただいたり、すごくいろんな場面で気持ちを前向きにさせていただいていました。それで今年何か一つ新しいことをしたいなって思っています。普段から不妊治療してる方とかしてた方、まあ、
不妊治療してなくても何か気にかけてくださって動画を見てくださっている方もいると思うんですけど、そういう方とつながりたかったっていうことで YouTube を始めたってお話しさせていただいたんですけど、やっぱりコメントでのやり取りを特に大切にしていて、最近はたくさんコメントもいただくので返信するのにちょっと時間がかかってしまったりすることがありまして、それで今年のどこかのタイミングでできたら YouTube ライブをしたいなって思っています。直接お話ができたらいいなって思っているっていうのがすごいありますし、やってみたいなってちょっとずつ思えてきたことだったので、うまくお話ができるか分かりませんが、今年のどこかのタイミングでしてみたいなって思っています。YouTube 始める前はまさかこんなことを自分が言ってるっていうのは全く想像できなくて、不妊治療を始めることになって前も後ろも本当に分からなくてっていう状況でいたんですけど、本当にたくさんの方と関わることができて、いろんなアドバイスもいただいて、一人ぼっちじゃないんだなっていうのも本当に感じていて、 YouTube を更新する時間は自分にとってすごく前向きになれる時間だったり、落ち込んでる時も皆さんからたくさん励ましていただいて頑張ろうって思える時間になっています。なので YouTube ライブをして皆さんともっともっといろんな話ができたらいいなって思っています。また時期が来ましたらお話しさせていただくと思うので、楽しみに待っていていただいたら嬉しいです。私はもう今周期に入りました。なので今周期5回目の再来に向けてまた通院を頑張っていきたいと思います。最後まで動画見ていただきありがとうございました。これからは5回目の再来に向けての動画が続くと思いますけど、治療している方一緒に頑張りましょう。それではさようなら。